韓国の反応まとめ、 TWICE、 モモ、サナ、日本を海外と発言。韓国人ですか？モモ今ホテルです。大阪ホテル。モモこんなに、モモ海外に長くいるのは、モモ初めてみたいです。サナそう、モモ、サナ、モモへ、海外、ここは大阪。サナ、私も全く変に感じなかった。モモなんて言えばいいのか、どういうことかわからないけど、サナについている。どういうことかな。モモとサナ、日本を海外と発言。韓国の反応まとめ。韓国人1、韓国語パッチ完了。韓国人2、ここ韓国が海外で、そこが家じゃん君たちよ。韓国人3、大阪で海外を感じる大阪人。韓国人4、この後にこんなに寮から長く離れるのは初めてで言いたかったって言ってた。韓国人5、さらに地元近くのはずなのに。韓国人6、超ウケる韓国人ですか？韓国人7、韓国で暮らすのに慣れてきただろうから、まあ。韓国人8、軍の生活を長くやると、訓練やって仮社に戻った時、家に着いたなって、無意識に出る時があったんだけど、こんな感じかな？韓国人9、ところで2人にいる時は、日本語使ってるのかね？韓国人10、韓国語、日本語半々使うって。韓国人11、コンセプトじゃない？韓国人12、よくこんなのやるから、日本でアンチが多い。日本語忘れたとか言って、日本でみんなが一番人気ない。韓国人13、韓国で傷つかずに、長くやってほしい。